平成25年3月18日、学校統合のため3月末で閉校する阿蘇市黒川の碧水小学校で最後の卒業式がありました。卒業証書授与では、原山明信校長が卒業生がすすきをすいて作った卒業証書を一人一人に手渡しました。卒業生は保護者への感謝と中学校での抱負を述べ、卒業証書を受け取った後、保護者に感謝の手紙を渡していました。学校長式辞では、原山校長が、これからも目標に向かって努力を続けることと、思いやりの気持ちを忘れないでほしいと述べました。門出の喜びでは、卒業生が6年間の思い出や、先生、在校生に感謝の気持ちを伝え、先生や保護者が涙を拭う姿が見られました。最後に校歌を全員で歌い、碧水小学校の最後の卒業式は閉式しました。碧水小学校は4月から乙姫小学校と統合し、阿蘇小学校として新たなスタートを切ります。